ビギナーランニングマガジンへようこそ。感想級人牧野です。今回はトリガーポイントの商品をいくつか紹介していきたいと思います。まず最初はホームローラーですね。ホームローラーで大まかに大体2種類使ってるんですけれども、こちらはもう通常用ですね。ですからこうゴリゴリと。ね、えー、大体靴だとか、ふくらはぎとか、えー、やるタイプで行っています。 じゃあなぜ小さい方が必要なのかということなんですけれども、これだと本当はやりにくいはずですよね。やっぱ幅が広い方が当然使い勝手がいいんですが、例えばね、移動用になってくるとこれ、スーツケースに入らなかったりとかね、邪魔になってしまうんで、どうしても手持ちになってしまうと。そうなると移動先とかね、えー、あとはビジネスホテルに泊まった時に、トリガーやるスペースがないんですよね。 そうなると小さいのであれば、スペースが担保できるんで、こう小さいは、えー、長用として、えー、持っていっているというケースがあります。で、幅が狭いので逆に言うとピンポイントで効きやすいっていうのも一つ特徴になってきますね。それがまあ、まあ、ホームローラーの使い方ですで。僕が一番よく使うのはふくらはぎと、だいたいね、長径人体。この筋が痛いんですよね。ですんで、これはもうポイントとしてはすごくいいかなと思っています。 続いてご存知ハンドローラーですね。まあ、ふくらはぎを中心に、よりピンポイントに効かせたいときには、このハンドローラーが非常にいいかなと思うんですが、あと、こういうね、これ、肩とかにも、この特菌が効くんで、ちょうど合う場所にありますから。あと、前傾骨筋だとかね、新スプリントの人なんかは、痛い、大好きだね。で、やるっていうケースも出てきます。 で、これもやっぱり大きいので、えー、自宅で使うようになってきますね。ですが、疲労が溜まってる場合なんかは、これをやりながら、今日なんかはね、えー、サッカー、アールドカップ日本の試合がありますけど、えー、緊張をほぐすためにも、ちょっとグリグリして、えー、疲労を通るっていうのもいいのかなと思っていますね。そして、フ、え、ッ、ー、トローラーです。フ、ま、ッ、あ、トローラーはね、あの自宅でもいいですし、オフィスとかですね、えー 靴を脱いでやれば手軽にできるものになってきます。で特にこう貼るっていうね、ランニングの場合、この土マーツね、これをテントのように貼らなきゃいけないんで、どうしても測定っていうのが痛めやすくなりますから、これ普段からね、えー、フットローラーでゴシ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 と、このように行っていただけるといいのかなと。その他に、まあ腕なんかもついでにやれなくはないので、 そういった使い方もあるよというふうに思っていただければと思います、えー、ラストはボールですでやっぱりですねこのトリガーのボールって非常に僕好きなんですけれども、えー、何かっていうとやっぱテニスボールだと柔らかすぎるんですでゴルフボールだと硬すぎるんですですから程よくなってきますで硬さもね、えー、色によって分けられますんであと大きさも違ってきますから小さければよりピンポイントに ですから中電筋付近だったり腰が痛い人は直接で少し緩和したい時にはこちらの大きいボールですからそれで使い分けをしていただくといいのかなとこの程よい硬さがね腰痛にはね非常に有効的になってきますからただねトリガーポイントっていうのはね えー、まあトリガーですからこう痛いところにピンポイントで筋膜を剥がすという方法なので、えー、痛みとの戦いですけれどもそれをやると、えー、癒着が取れて疲労改善につながりますね。 えー、いかがでしたでしょうかまあ、トリガーポイントのアイテムね、えー、紹介させていただきました。こんな形でね、えー、結構もう使い込んでいるんですけれども、えー、疲労回復のためにコンディショニング,グッズ揃えてみてはいかがでしょうかこの動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想機にまきめでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。